さあ、で、14が終わったんで、よし、次は、新シリーズなんで、ちょっとこれは、打ち込み時間かかりますね。そう、この画面の中で見えますけど、こういう風にしてね、プレイリストをつけてみてくださいよとかってしないと、リスト通りにね、並ばないというところがね、YouTube はあったりするんですけど、ニコニコはもう基本的にこのシリーズっていう、風にして作るよっていう前提なんで、ね、そのあたりは本当にね、うちとしてはやりやすい。もともとそういった、だから、ロジックでね、組んでますからね。このところのやつ全部終わらせれるかな。ワンチャンいけるな。よし。このサムネイル、旧型サムネのやつは全部使い切りたいな。頑張って、それぐらい目指していきましょう。さあ、フォーマットもできたし、これでドカドカといけるでしょう。もうちょっと空いてきたら追加でダウンロードするのもありかな。これ今出てるやつは全部いけるか、微妙か。残り100分。ですね。60分プラス40分で100分ですもんね。10分1本で、12、3本ってところか。20本は無理だな。よし。そういう感じですね。いやー、しかし、あげましたね。また、投稿した本数はね、最後ね、その23時59分に間に合うかどうかっていう感じのところがあると思うんで、そこのところでどうなるかをね、見極めて、最後確定したいと思います。あれですね、皆さん、いっぱいいいね、ありがとうございますと。ニコ動は、YouTube はね、前に見てたって言ったっけ、3つまでしかリマインダーとかでの、やつが出てこないんですけど、ニコ動はその制限ないですね、とか、考えてみたら投稿本数の制限もないんですね。今、冷静に考えてみたら60本、170本近く動画をアップロードしてますけど、上限になんでできませんっていうのないですもんね。すごいな。1日の、1日あたりの上限設定ないのかな？というか、まあ、24時間ずっとやっとったら、途中でそうや当たるかなっていう懸念もしてたんですけど、そうや当たらんかったっすね。そのまま来れちゃいましたね。なんて言っとったらもう、次のが出来上がりましたね。なんかここは心に余裕があったんでしょうね。ちゃんといちいち概要欄書いてますもんね。この度普通に楽しかったですけど、やっぱいろいろ欲しいね、甘いもの食べたり、ね、こうやってパッと見つけたとか、冷やし飴もね、本当ちょっと歩くと安くて美味しい店があるっていうことが分かったんでね、京都ちょっとどうしても高くなるっていうねイメージがありましたけど、この本当旅、このシリーズぜひ本当にね、 YouTube の方でもいいんでね、ぜひニコ動でも見ていただきたいですよね。おすすめですよ本当に。ちょっと一手間加えると京都でこんなお得に回れるんやなっていうのがね分かりますからね。まあもちろん京都のね、いいところに行ってね、ドーンって使うっていう、そういった京都の楽しみ方っていうのもあるとは思うんですけどね。まあやっぱしね、庶民、たるもとはね。というところですね。さあ、ちょっと一回腰伸ばそう。もうちょっと。これだと画面おかしくなるか。ハーフで持ってきたいね。これちょっときついな。これでちょっと見やすくなったかな。ちょっと横にね、フォルダー持ってきて。あ、とか、ダメじゃん。動画流してんじゃん。よし。どうですか？これで見やすくなったかな？横にね、ちょっとフォルダー持ってきてね、すぐに、上げれるような感じで買いました。それでさらに効率化が図れるんじゃないかな。よし、こんな感じでやっていきましょう。残りあと1時間。残りあと1時間ね。よし。60分。よし、ラストスパート。
ちょっとまあ、行動の時間変わらんからあんまりあれですけど、ダウンロードの追加のダウンロードは良さそうですね。今ある分で10本やっても15本、20本近くありますから、良い理由でしょう。5分タクトでも足りるかなっていう感じかな。さあ、残り30分になりました。170本目が今上がろうとしております。3本出せるかな。言うてこの辺りは散歩動画で結構ちょっと長尺のねやつになってるんで、3分11までいけるかな。11の最後にサブのやつがあるから、こいつめちゃくちゃ短かったよ確か。北新地のままで検索と、あでも5分10分5分だから3本いけそうだな。よし、ちょっと頑張ってやっていきましょう。こいつだけ3分ちょっとエンドがかかるから始まってね、今のうちに最後のトイレしておきましょう。さあ、ラスト頑張っていこう。ちょっとこっからはね、編集中多分ね、8時間のやつでも、音がね、BGM になってるところがあると思うんですよ。ハッピーデイズとか入れてると思うんですけど、そこのところはね、あれです。ちょっと他の動画とか音楽ね、ちょっと流して、ちょっとね、モチベーション、キープに使ってましたんで、ちょっとね、流せないよというところなんでね、ってことは、そこ編集しないといけないから、お蔵入り作るのめんどくせえな、そうすると。もうカットカットで、早送りとかにしてね、入れるような形にするのかな、今回は。何せ、元ネタが長いですからね、これは4時間、5時間ぐらいになるわけですけど、5時間超えか。何せ、24時間回してますからね。考えてみたら、昨日のこれぐらいの時間に起きて準備始めてですもんね。まあ途中寝てるんであれなんですけどね、今回に関しては。さあ、いけるかなー、何分までいけるかなー。ただ延長時ですね。ちなみに、見せるとこんな感じです。こんな感じで横にね、もう同じ画面のところに持ってきて、で、サブの画面のところでこの画面とかね、編集機材、こんなようなね、やつがあるんですけど、こういった機材、ソフトとか、もう、あとはね、YouTube、マップとかね、ニコ動を回して、見たりして、時間、ちょっとね、この合間の時間を、ちょっとチェックしながらね、こっちでちょっと横に入れながら見て、っていう感じでやってました。はぁ、なかった。大阪もね、結構ね、ちょっと入ったところとか、行くと結構、いい感じに、ディープな感じになるところもあるし、こんな感じでおしゃれになるところもあるっていうのはね、まあ、どっちかというと、ディープな方が向いてそうな気もしますけど。よし。登録かかったな。もうすぐ終わりそうですね。よし、できた。さあ、9番終わったんで、10番行きましょう。